皆さんこんにちは、にゃおふお散歩でございます。今回はね、前回に続いて、清涼寺のね、見どころもう一つご紹介したいと思います。それは今出てますね、秀頼公の首塚でございます。秀頼公というのはですね、まあ太閤秀吉亡き後、大阪夏の陣の後に自害したと伝えられておりますね。その首塚がなんと京都の北にあるというわけです。これですね、まあ実はですね、1980年、昭和55年のことらしいんですけどね、大阪城三の丸跡の発掘が行われましてね、そこで頭蓋骨が発見されたと。顎に解釈された跡があるということからですね、これが秀頼の骨じゃないかということで、その3年後ですね、1983年、昭和58年、この京都の清涼寺に埋葬されたというわけなんですよね。それがこの首塚でございます。首塚の隣がですね、本堂なんでしょうね、これはね、清涼寺のね、大きい本堂でした。こんな感じですね。そしてね、本堂から振り返りますと、こちらが、鐘楼ですか、金付き堂っていうんですか。ミャオフォー散歩で食べ物の話ないのかよと、せっかく京都行ったのにと思ってるそこのあなた、あります。琵琶湖、そしてインターチェンジ、たまたまですね、ここ寄りまして、そしてですね、インターチェンジの中でこんなものを見つけちゃいました。近江牛まん、肉まんのですね、中に近江牛、おっとこっちは松坂牛ということでですね、松坂牛まんと近江牛まん、こんなものがあるんですね。近江牛まんなのか松坂牛まんなのか、近江牛まんなのか松坂牛まんなのか、どっちなんだどっちなんだ、どっちを食べればいいんだ自分は、うまよう。近江牛まんにいたしました。理由は簡単、高すぎるだろ、松坂牛まん高すぎるだろということでですね、近江牛まんを選びました。中はこんな感じになってます。すき焼きをね、イメージしたね、あんだと思います。ピントが合ってないな。まあでも大体わかりますよね。とろみのある肉と野菜、ネギですね、が主体の甘辛い感じのあんでした。食べてみて気がついたのは、近江牛って他の牛と味違うのかどうかよくわからんってことです。まあブランド牛ですからね、きっと違うんだと思います。これね、後で調べたら結構珍しくて、どこでも売ってるっていうもんじゃないらしいんですよね。なのでまあ偶然とはいえですね、珍しいものを食べちゃったっていうことなんですよ。皆さんの中でもね、高速道路よく利用するっていう方はですね、一度食べてみてください。そして感想なども書いていただくとありがたいです。ということで今回の散歩はここまでです。また次回お会いしましょう。ジャパニーズトーク。